ここ止めたら早いやっぱね、どう考えても。絵になってますな。あれ、ボーン福祉なんで。スイス空いてますよ。いや、スイス、あ、場所空いてるってことね。よいしょ。はい、また高岡に戻りまして、おでんの桃福さんに行ってきました。はい、お飲み物メニューですね。ここはおでんはね、おでんの壺から選ぶので、ドリンクメニューしかございません。はい、乾杯。はい、今日もね、今日は札幌ですね。お、なんかうんうんって言ってるね。銘柄店飲み今日もやってますね。うん、はい、じゃあおでん選んでいきましょうね。まあ高岡はね、もともと加賀藩なので、基本加賀、金沢おでんと似ていると思います。入ってるものもね、似ていると思いますね。うん、はい、大根、舞茸、クルマフ、ウィンナーですね、来ましたね。はい、赤いでっかい丸は、奥の年配のお客さんに配慮して入れさせていただきました。はい、舞茸ちぎってるね、奥ちゃま。さあ何食べよう。あ、車麩いったね。やっぱ車麩入るところはやっぱ香川おでん、あの金沢おでんと一緒ですよね。うん、かじりついてるね。うん、高木さんももぐもぐやってるね。お、奥ちゃまについであげましょうね。今日も中瓶ですね。本当最近大瓶見ないですよね。大瓶633に出会いたいですよね。お、高木さんなんか言ってるぞ。まあそうだね。舞茸、舞茸珍しいね。でも周りにカフェとかないかなと思ったんですけど、ないね。食べた？これで半分なんや。でっかいよ。もう送っても流通の方で止まって、今日2時まででしょ。でもその前にめちゃくちゃお昼寝してて、この前の形そのままなっけ。そのままですね。前の壁紙ちょっと前の中は結構いじったんですけど、いやでもよく決心したね。迷っとったね。素晴らしい。なりました。ねえ、やめた俺が恥ずかしいですよ。やっぱブレンドになるね。飲んでかからない。俺ら足柄やからすぐ踏み込みが弱い。身が上がるから。ああ、そうです。ああ、そうです。いや、もちろんですよ。俺らに、今日、なんか、序列もなんかちょっと見えたから。絶賛借金返済中だから、でも。それ頭が空かない。いやだからコンビニもやめたんで、激痩せですわ。いかにコンビニ行かんだら痩せるかという。うん、なんか、これに店で残った米を持ってきて、うん、納豆を買ってきて、でお気に入りのつまみはマックスバリューでまとめ買いして、コンビニ売らんようにして、あれ保存料がダメだよね。なんなんですかね。まあそれでもまだ 20% 維持してますけどね、体脂肪率。
はい、さつま揚げ、シューマイ、赤かまぼこですね。はい、テーブルトッピングに柚子胡椒があったので柚子胡椒をつけまくりですね。え、まあ柚子胡椒大好きですからね。あ、奥さんのやつからね柚子胡椒を取りましたね。奥さんはからし派かな。シューマイは、あ、からしあげましたね。からしもちゃんと置いてありますね。さあシューマイ実食だ。あら崩れた崩れた。ほら住谷さんがね崩れるからって言ってたのにね。あ、住谷さんっていうのはね、ここのオーナーですね、経営者ですね。お、残った方も食べるぞ。今度は崩れなかったね。お、今度は赤かまぼこか。何のために裏返したんだ今。意味のない裏返しでしたね。またつけるね。柚子胡椒好きだね。うん、これはもうおでんじゃなくて柚子胡椒を食べてると言ってももう過言じゃないね。これは今日はねちょっと前歯がね折れちゃってねナレーションしづらいね。さしすせそが言いにくい。空気が抜けるね。あ、今度は奥さんがシューマイ持ってったぞ。お、串を抜こうとしてるな。これはなかなか抜けないな。うん、箸を使った方がいいよそれは。で、からしだ。あ、めっちゃシューマイですね。はい、これは高明さんの飲み方ですね。渋いね。こうありたいね僕もね。はい、店内撮影。バイトちゃんかわいいね。はい、真ん中が経営者の住谷恵子さんですね。はい、白い内装で、はい、ランもありますね。はい、今度はレモンサワー。こだわり酒場のレモンサワーでしたね。これあの梅沢さんのやつですね。これがまた酸っぱかったね。激酸っぱかったね。あんまり甘くない。この業務用のおろしのおさめのやつはあまり酸っぱくない、あの甘くないみたいですね。このこだわり酒場のレモンサワーはそれにさらにレモンが入っているので、かなり酸っぱい感じになってましたね。レモン好きには、甘くないレモンサワー好きには、あのナイスなレモンサワーでございました。なんかやたらレモン指さしてるな。ガブガブ飲んでるね。レモン見せようとしてるな。はい、イカ新醸とロールキャベツが来ましたよ。はい、五一ワインの白と赤ですね。はい、僕は赤を飲みましたね。白は高明さんが飲んでたのかな。さっぱりしたワインでね、食中酒というにはやっぱふさわしいワインでしたね。12度ぐらいかな。まああまり度数も高くないし、まあ飲みやすいワインでしたね。はい、また柚子胡椒をイカ新醸につけて、まあロールキャベツにもつけるんだよな結局な。もう柚子胡椒食べてると言ってもこれは過言じゃないねこれは。まあ柚子胡椒あればね、まあ飲めちゃうからまあしょうがないんだけども、美味しい薬味だよね柚子胡椒って。本当にうまそうだわ。お、今度はロールキャベツだな。これは噛みついたらだいぶ汁が出るぞ。だしにだいぶ浸ってるからだいぶ汁が出るぞこれは。ああいっぱい出たよほら。ひき肉落ちたぞ。ひき肉落ちたよ。はい、あ、気づいたね。はい、そういうのはね僕は見逃さないよ。ちゃんと拾ってね。第何話に出とるしね高橋さんは。で半分しか食べてないのに。高橋さんはもうほら、どこだ、ミツバチ編出とるからね。美味しいね。すすたけとかあのベビーコーンとかなんかうまい。ベビーコーンとかね。ベビーコーン美味しそう。ベビーコーン、
やろう、ベビーコーンやろう。絶対2倍ですね。ねえ、ベビーコーンやろう。ベビーコーンは、しかもベビーコーン3本なのか。3本なんかって言うとちょっとテンションが超贅沢品。ベビーコーン3本って。ベビーコーンうまいね。あの、ベビーコーンやろう。ヒゲもうまいもんね、あれ。ヒゲついとってる、うん。むしろヒゲついとる方が。服入っとるから大丈夫かな。はい、おでんももふくさんでしたね。服屋さんが辞められたんですけど、それをワインバーの住谷さんが継いでくれてね、高岡の火を消さないでくれました、ね、すごいですね、辞めた僕が言うのはなんか照れくさいですけども。はい、じゃあまたね、次でこようかな。はい、それではまた。